はい、皆さんこんにちは、母さんチャンネルです。今日はね、まあ、見ての通り車がめちゃめちゃ汚いんで、まあ、年末だしね、車きれいにして、新しい年を迎えようかなと思って、国分寺っていうか国立なのかな、ガソリンスタンドのエネオスに来ました。でここではね、セルフの機械洗車じゃなくて、なんか店員さんが全部やってくれるんですよ。水洗車だけとか、あとワックス洗車とかね、拭き上げありとかなしとか、なんかそういうの選べて、僕はとワックス洗車の拭き上げありで1700円かな。やっぱ寒いしさ、まあ、ガソリンスタンドすごい楽だから全部やってくれるから、あったかい時期だと家にから一番近いガソリンスタンドで、機械洗車はなんかしてもらうんだけど、シャンプー洗車で、拭き上げなしで500円なんですよ。でそれやってもらって、で水はね、洗車機のフロアでブーって拭いてもらうんだけど、家帰ってきてゼロウォーター施工して終了ってパターンなんです。それだと500円かな、確か500円で済んじゃって、めちゃめちゃコスパいいんで、そうやってるんですけど、冬はねやっぱちょっと寒いんで、水触る気力が湧かないっていうか、もしかしたら今こういう時期ってあれかな、こういう洗車場ってお湯は出るのかな。まあでも寒いよね、外にいるからね。ガソスタ全部やってくれるから室内で待ったらいいって話なんで、めちゃめちゃ楽してますね。で今回ね、初めてちょっと洗車機どういう風になってるのかっていうのを車内からね動画撮影したんで、まあ、ちょっとね参考にしてもらえればなと思います。ここで水をね前後左右まんべんなくかけてます。鏡映ってるけど、後ろの方もこう丁寧にバーって水かけて、最初の汚れを、まあ、ほこりとかね落としてるんだ。でこのブラシがねやっぱり気になるんだよね、洗車機数になったりとかするから。まあ、ガソリンスタンドの人に前に聞いたら、これはバタ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 するタイプで、あとすごい柔らかいタイプのもあって、どっちがいいんですかって聞いたら、まあ別になんかどっちもどっちらしいよね。まあこういうバタバタするタイプっていうのは、バタバタバタっていうんで汚れを流れて出して、ボディに傷つかないんですが大丈夫です。後ろもこうバーッとこう、あ、それでさ、アルファ1号機ってあのナンバーが斜めってるから、変なブラシだとそのナンバーを引っ掛けて飛ばしちゃうんだよね。飛ばしちゃう、昔のやつは飛ばしちゃったらしいけど、今のは大丈夫。気になってスタンドでも大丈夫ですかねって聞いたら、あ、今のはもう大丈夫ですよとかって言ってたから、ガムテープで止めなくても大丈夫みたい。でここでやるかな、シャンプー水落としてるのかな。でここからブロワーになりますね。後ろからかけるのか、まあ、前後じゃなくてここは後ろ側からだけブロワーかけるタイプって感じかな。
まあ、これで今一丁上がりって感じで、今度吹き上げスペース持ってきて、で店員さんがね結構こう丁寧に水拭いてましたね。水気取ってて、でホイールもねちゃんと拭いてて、なんかあとねタイヤをね、タイヤにワックスかけてもらってたな。なんかあ、なんかつけてるなと思って何やってるのかなと思ったら、タイヤにワックス塗ってちょっと黒光りしてましたよ。ピカピカに。適パキすごいなんかね働いてましたね。ここねなんかすごい忙しいね。なんか手洗い洗車は、あ、まあこの時期だからかもしれないけど、僕が行ったのがね、午後2時ぐらいだったかな、1時半ぐらいか。でもうお客さんひっきりなしに、まあ給油も多いけど洗車も手洗い洗車待ってる人も多かったし、まあ、やっぱね最後にね吹き上げしてもらうかもらえないかってとこなんだけど、自分まあ家帰ってきて自分でゼロウォーターとか施工しているときはまあ良かったんだけど、やっぱりなんか水ついたまんまバーって入ってきて駐車場出ると水の跡とかつくから、やってもらって吹き上げしてもらった方がいいなとは思いますね。グロアだけだとやっぱりちょっと力不足って感じだよね。で今回ね僕は機械洗車やったんですけど、まあやっぱ手洗い洗車の方が洗車傷つかないし、まあ今回僕は機械洗車やったんだけど、手洗い洗車の方がやっぱボディには優しいよね。洗車傷って機械洗車の場合はどうしても手洗いよりはつくだろうし、まあ、僕のアルファはもう9年落ちになっちゃう、なっちゃってるんで、まあ、飛び石結構多いしね、あんまり気にすることもないかなと。機械洗車で出て、まめには洗車するようにはしてますね。まあ、機械もね進歩激しいから、そのうちなんか洗車機つかないような洗車機ももう出てきてるだろうし、近所のガソリンスタンドとか、あと洗車場最新式の機械入ってたら、まあ自分の車の年式とかね、ボディ状態とか相談しながら、なんかしてみるのもいいかなと思いますね。まあお手軽だしね、値段も安いし、ね、まあでもね自分で洗った方がまあ愛着湧くっていうのが、まあそれは真実だよね。まあ楽したけりゃ機械洗車はどうだって感じで、今日はガソリンスタンドの機械洗車最中で動画撮ったんでお送りしました。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。